新井博正、新井博正、新井広政、1952年4月26日体は、日本の元プロ野球選手、外野手、プロ野球コーチ、監督、日本プロ野球名球界会会員、大阪府大阪市東成区出身。在日韓国人コリアンの三世として生まれ、かつての本名は、牧省律、パクジョンリュル、パクジョンリュル、高校野球、 大学野球での登録名やプロ、野球ドラフト会議指名時点の通名は、荒井翔ただし、荒井金のり、荒井勝率だった。後に帰化、日本国籍を取得し、本名と登録名が、同一化された。現役時代は、南海ホークスや、近鉄バファローズで活躍。巧みなバットコントロールによる状況に応じた手話な、バッティングが特徴で、2000本安打に加え300ギガを、 マークするなど、チーム例において欠かせない存在感を示し、65本の三塁打と165盗塁を記録した瞬速でもあった。240歳で現役を引退してからは、野球解説者、野球評論家としての活動を挟みながら、複数の球団で、コーチや二軍監督を務めている。長女は2011年度ミス日本でミス着物に、選ばれた、新井敏恵、画家。 ファッションモデル、参上は2012年度ミス、日本グランプリの荒井高子、モデル、アルティメット選手である。の夏、PL 学園高校野球部首相として、第52回全国高等学校野球選手権大会に出場。新見里氏、田代活業、中大本田技研両投手の高等もあり、PL にとって春夏通じて、初の甲子園決勝に進むし、 準優勝。大会第5号本塁打を放ち、1大会12安打の大会記録、当時も樹立している。同年秋の岩手国体では、決勝で大分賞を下し優勝。他のチームメイトに1年下の行、沢久隆がいた。プロ野球ドラフト会議では、近鉄バファローズから9位指名を受けたが、スカウトマンが挨拶に来た記憶が全くないという、状況でプロ入り見送り。 スポーツ推薦で、法政大学経営学部に進学した。東京六大学リーグでは在学中二度の優勝を、経験、二年生からレギュラーとなる。二年上に、長崎圭一、伊達康氏がおり、彼らの卒業後には、外野手の中心として活躍。最上級生となったに、一年生エース末川拓を、養子、周期リーグで三年ぶりに優勝。同年の、 第5回明治神宮野球大会では、決勝で、10代の田村正雄に完封を喫し、準優勝に、とどまる。ベストナイン、外野手、受賞1回。1974年の、第3回日米大学野球選手権、大会日本代表に選出されている。当初は小柄で、線も細くプロ野球各球団のスカウトに、マークされる選手ではなかったが、 当時南海の選手権人監督であった野村克也がテレビで日米大学野球を観戦していたところ、新井のバティングセンスに着目し、1974年のドラフトで南海ホークスから2位指名を受け入団した。2年目にレギュラーを獲得し、2は打率。358で加藤英二に次ぐパシフィックリーグ打率2位を記録にも2年連続打率3割を記録。 のオフ、守るところもないし、体力的にも、そろそろ限界との理由から、トレード要因とされたが、金銭トレードでは、まずい。交換トレードで、都の南海側の希望から、山口哲二との交換で近鉄に移籍。2は、打率。366、安打数184本を記録し、初の首位打者を獲得。この安打数は、当時の日本プロ野球記録であり、 現在でも130社以下のチームの選手としては、1994年の一郎1996年の一郎に次ぐ歴代3位である。また、2004年にプロ野球再編問題で消滅した近鉄のシーズン最多安打記録だった。その後も毎年安定した成績を残し、読売ジャイアンツと対した1989年の日本シリーズでは、 シリーズ通算23打数9安打の391で関東賞を受賞した。また、南海時代は一度も経験しなかったオールスターゲームにも3年連続出場を果たしている。シーズン開幕直前に期化。結果的に最後となる2年ぶり4度目の過去3回同様の監督推薦でオールスターゲームでは広島市民球場で初回戦投打者として 笹岡慎二からヒットを放ち、4回にも野村広樹からライトスタンドにホームランを放った。シーズン開幕戦では2安打と順調な滑り出しも、その後打撃不振に悩まされたが、7月8日に通算2000打を達成、迷宮会入りを果たした。同年、衰えを理由に戦力外通告を受け、40歳で現役を引退。なお、 通算本塁打は88本で、100本塁打未達は2000アンダー達成者で初めてのケースとなった。2、毎日放送、MBS 野球解説者、スポーツ日本野球評論家を務めた、大木明監督に壊れて、オリックスブルーウェーブの一軍打撃コーチに就任し、ワリーグ優勝、ワニ連覇、日本一になり、その後は一軍総合コーチ、二軍監督を務めた。 佐藤和弘や鈴木一郎の登録名をパンチ一郎と変更するように考案したの荒井であるという。は日本放送協会 NHK 解説者デイリースポーツ評論家を務め、より2年間は福岡大英ホークスで一軍打撃コーチを務め、村松友人川崎宗則らを育て強力打線を作り上げ、2003年のリーグ優勝日本一に貢献した。 王儀監督の下でオリックスバファローズで一、軍チーフ兼打撃コーチに就任しヘッドコーチ格として王儀監督を支えたオフに成績不振の責任を取る形で辞任から福岡ソフトバンクホークスの一軍打撃コーチを務めたが打撃陣の成績が低迷したために解任されるよりオリックスで二軍監督を務めるより打撃コーチ兼任となる 同年10月6日に、コーチ会任が発表され、10月19日、広島東洋カープの一軍打撃コーチに就任。丸加工、菊池亮介、松山竜平を育てた。広島コーチ時代の2は、6月14日の対、北海道日本ハームファイターズ戦、札幌ドーム試合前練習の T 打撃で、フレット・ルイスが放った打球がトスを上げていた、荒井の額に直撃。 救急搬送された病院の診察で、全学部の座礁や頭蓋骨の骨折が判明した。当初の診断では、全治4週間だったが、その後の検査で異常が見られなかったことから、同月22日の大東京ヤクルトスワローズ戦、松田スタジアムで現場へ復帰。以降も一軍で打撃指導を続けた。2、打線の低迷などからチームが、レギュラーシーズン最終戦で、 クライマスシリーズへの進出を逃したため、その責任を取る格好で球団へ陣意を申し入れたところ、球団は同年10月9日に新井の辞任を発表した。ちなみに陣意を明らかにした際には、昨年までの野村健次郎監督の下では楽しくやることができた。今季は公認の小形光一監督から代打の相談もほぼなかった。 若い選手には頑張ってほしいというコメントが報じられている。広島の一軍打撃コーチ退任後の2015年11月には、プロ野球経験者による学生野球の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて研修会を受講。2月2日付で日本学生野球協会から資格回復の適正認定を受けたため、高校野球や大学野球も指導できるようになった。 2016年から NHKBS のメジャーリーグ中継の解説者に復帰し J スポーツのオリックス戦の解説者にも出演。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。